一応論破してみろよ。動画見ないなんてビエン、ビナイモテキチャンネル始まりました。はい、社長、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日何ですか。今日は、はい、クソ社員になれって言われてて。クソ社員になれ、はい、あの TikTok に、はい、クソ社員いるじゃないですか。はいはいはい、林田くんね。そう、あれが結構バズってる。バズってるね。るですよね、うん、飲み会に残業代つくのかってやつね。そうそうそう、あと遅刻のやつ、はい、あれ合わせて3000万ぐらいいってんだよね。あ、そうなんですか。そうなのよ、そうなのよ。いやいやいや、もう街で結構ね、はい、街は嘘だけど、あの会った人からみんな言われます。見ましたって。TikTok、はい、上がりました。それに乗っかろうって、うん、乗っかろうと、乗っかろうってことで、今日は私がクソ社員になります。なるほど、この流行ってるものにすぐ乗っかろうとするね。そうそうそう、この浅ましい感じがね、はい、まあ、いいと思います、はい、で、なんかディベート企画みたいな感じで私を論破してみろよ、はい、みたいな。なるほどなるほどことでございます。わかりました。はい、本日のテーマをちょっと見ていきましょうか。はい、今回のテーマ、はい、はい、タバコ休憩してる人がいるから、うん、私も休んでいいですよね、社長。ああ、なるほどね。で、はい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 。だって社長もタバコ吸いますもんね。俺はでもタバコ休憩はしないからね。え、どういうことですか。俺タバコ吸いながら仕事してるから。え、そんなことないと思います。え、どういうこと。え、してなくないですか。してますよ。あ、そうなんだ、はい、私してるしてる。あ、そう、まあでも、うん、そのなんだ、デスクで吸わないですもんね。だからそのタバコ吸うためにこうちょっと席を外すじゃないですか、当然。そう、はいはい、みんながあ、そういうことね、いるところで吸わないじゃないですか、はいはい、だから実際見てないんですよ、私が吸ってる間社長が何してるのか。そういうことね。うん、あ、タバコの部屋に行くための時間も仕事のうちですけど、毎日です。そうだそうだ、なるほど。まあまあまあ、だから要はその時間仕事してねえじゃねえかってことね。そう、いるんだよね、昔からそういうこと言うやつ。いや、いいですよ社長、あのタバコ吸っていただいていいんで、移動していただいていいし、うん、休憩していただいていいんで、はいはい、私にも5分休憩ください。はい、うん、なるほどね。コーヒー休憩したっていいじゃん。はい、はいはい、お菓子休憩したっていいじゃん。うん、っていう。なるほど、ディベートだからそれに対して俺なりの持論を言えばいい。言っていただきたい。うん、はいはい。いやいや、もうこれはでも簡単っすよ。はい、これピナイのね、はい、基本的な考え方ね。一日中休憩してたっていいっすよ。え、マジで。やるべき仕事があって、うん、その仕事がちゃんとこなせてるんであれば、はい、もう何時間休憩してくれたっていいっすよ。その代わりちゃんと終わらせろよってことですか。そうです、そうです、はい、やるべき仕事、やるべき仕事、やるべきタスクをやればいいわけで、はい、あのタバコ吸おうが、うん、飯食おうが、もうやるべき仕事をやってくれて、もうそれ以外は何にもないからね。そうなんだ。はいはい、それだとなんかもう終わっちゃいますね。タバコ休憩 OK で終わっちゃいます。いや、ここに対してやっぱこうクソ社員ならではの返しがあるんじゃないの。クソ社員じゃないからないんですよね。まあそうだよね、ちょっと無理がありますよね。はい、例えばですけど、うん、あのタバコ休憩に入るじゃないですか、あのタバコを吸う人って、うん、はい、でなんでそれに合わせなきゃいけない、そのテンポに。なぜ合わせない、店舗に何を合わせる。例えば打ち合わせが1時間ありました、うん、でその後またもう少し仕事の話をしたいんだけど、うん、ちょっとタバコいいか、で私はタバコを吸わないので、はいはいはい、あ、待ち時間が発生してますよ。そこの時間無駄ですよね、全体の調和を乱してますよ、ね、ってことらしいです。あ、ダメって言えばいいよ。この話終わってからタバコ吸ってくださいと。私はこの間待たされておりますってことでしょ、うん、え、でも人生で言われたことありますか。何が。タバコ吸うのにちょっと待って、ちょっと待てって、あ、タバコ今吸ってる場合じゃないだろう。いや、まあ正直言われたことはないけど、でもこのタイミングでこの人に声かけられて、いや、すいません、タバコ吸いに行きますとは言えんわなと言って言わなかったことはしょっちゅうあるよ。ああ、ちゃんとタバコ吸う側も空気読んでんだぞって。もちろんもちろん、それは読んでますよ。吸うからには。それは読んでますよ。そうなんだ、うん、多分気遣ってるんですね。ただですね、はい、ざっくりタバコなんか吸わない方がいいっすよ絶対。うん、うん、何もいいことないよ。うん、何もいいことないし、吸わない方がいいし、なんか吸わなくて済んでる人というか、ある種の憤りを感じている非喫煙者たちがいるじゃないですか、うん、あの人たちは僕は羨ましいなと思うけど、タバコ吸いやがってって思ってるってことはタバコ吸う気がないってことでしょ。はい、うん、羨ましいな、俺もそっちに行きたいなと思って。吸わなきゃいいですよ、はい、はい、とは思ってますよ。よ思ってます、思ってます。ただまあちょっと納得いかないのが、はい、あの
1週間前までバカバカ吸ってたやつが、うん、やめた途端になんか鬼の首を取ったかのようにあっち側に行くのはちょっと腹立つよね。先週まで一緒だったじゃん。いやいやいや本当にこっち側だっただろみたいな、うん、いやなんかあれなんですか、頑張ってるからこそその権利を主張したいんじゃないですか、禁煙者である。まあまあそうね、そう許してやってください、うん、まあこと当社に関しては、はい、タバコかどうかは別にして、うん、あのちゃんと やるべきタスクをこなしていれば、うん、別に休憩も、うん、それタバコ休憩も含めた休憩もね、うん、お休みもご自由に取っていただいて構わないんで、そこはご自身でコントロールしてくださいという話です。社長みたいにやることやって吸ってる人もいると思うんですけど、うん、そうじゃない人もいますよねきっと。まあ、ね、サボーリーのためにタバコ休憩行ってる人、うん、見たことないですか、うん、過去に。なんか昔私のイメージですけど、うん、今でこそ社長って多分社長室にいるじゃないですか、うん、なんか私のイメージはあのオフィス内にみんなが仕事するオフィスがあって、うん、喫煙所があってみたいな、うん、でこうみんな喫煙所に行って、まあ、吸う。それがその、うん、どこにあるか分かんないですけど、1階だったり屋上だったりとかするじゃないですか、はい、でなんかこうもう吸い終わってんだけどだらだらこう携帯いじったりとか喋ったりとかしてサボってるみたいな、うん、仕事中その例えばこう定時が朝9時から18時まであってその時間を潰すために行ってる人もいるじゃないですか。なるほどね。その人がどんだけのタスクを抱えてるかって実際分かんないじゃないですか、うん、でいやサボってましたよねって言ってもいや俺終わらせてるからって言われちゃうと、うん、結局分かんない。なんだサボってる証明のしようがないじゃないですか。証明必要ないでしょ。だってそうなんですか。だってちゃんとやってるんだったら周りの人には少なくとも業務の迷惑がかかってないんであれば、うんうん、まあそれはそれでいいんじゃないですか。あ、はい、なるほど、はい、全然いいと。でもタバコ吸ってる間に 吸ってなければ普通の仕事も終わらせて、うん、やるべきことも終わらせて、うん、プラスアルファでなんかできたかもしれないじゃないですか。はい、それはサボりではないんですか。サボりではないんじゃないですか。でも その間にタバコも吸わずにより多くの仕事をこなした方が評価も上がるし、うん、まあ、彼のためには多分おそらくなるんだろうね、うん、でもまあ少なくとも会社として与えたミッションをやってる限りは、うん、それ以上頑張りたいかどうかは本人の考え方だったりもするので、まあ、まあ僕はそこに対して褒める気もないですし、うん、やってるから何やってもいいじゃんぐらいまでそこまで言う気もないですけど、うん、まあ文句言われる筋合いでもないかなという気がしますね、周りの人に、うん、まあそこ頑張った分、頑張った人がいるんだったら頑張った分評価されるのは当然だけれども、うん、あの逆に全然成果を出してないのに、はい、これだけ頑張ってるんです私こんなに、うん、僕こんなにって言われた方が僕としては困惑する、うん、そうか、うん、なんかそのなんか、うん、机に座ってその定時から定時まで仕事をしてれば OK っていうことではねえかなと思って、うん、いやまあ現実的にはね労働契約というのはそういうものなので、うん、あのそこに対して文句は言わないんだけど、うん、まあ、やっぱうまくやればいいってことですね。そうですね、うん、なんかそのブラックボックス化されてるのがちょっとこうやり玉に挙げられやすい原因っていうか、逆になんですけど採用する前提で喫煙者 NG ですっていうのはあり、禁煙者ですっていう前提でやる、うん、そうすると、うん、あの喫煙休憩というのはそもそもないじゃないですか、うん、はいはい、っていう業務効率を求めるっていうのは、そうですね、まあ、結論ないんですけど、あ、そういう規定をすることはすごいガチな話をすると、喫煙してるんで入社させませんはそもそも違反だと思います、おそらく、うん、わかんないけど、まあ、結果喫煙してる人は取らないでおこうって心の中で思ってる分にはいいと思うんですけど、うん、多分ねそれはダメなんじゃないかな。タバコ吸ってるはいいのかな、タバコを吸ってるで取らないのはいいのかな、さすがにわかんないけどちょっと、うん、まあ、でもあれですね、その席で吸わないとか、まあ、休憩しないとかなった人もちょっと匂いがみたいな人もいるじゃないですか。あるね、ありますね、うん、うん、確かに。そう考えると禁煙、タバコ吸わない人しかいませんっていうのは匂いが本当にダメな人、うんうん、からすると安心材料ではあるのかなって思いますけどね。まあね、うん、いろんな人がいますからね、うん、それまあでもさ、それを言い出すとさ、いろいろ、うん、なかなか難しい部分もあってさ、うん、
要は例えばじゃあ女性の香水の匂いが嫌な人もいればさ、うんうんね、単純にさ、うん、あの風呂入ってなくてさ体が臭いやつもいるわけですよ、はいはい、とか言い出すとさもうなんかねハゲは嫌だとかさハゲは嫌だそうとかさおじさんは嫌だもう目の前の人がハゲだとなんかちょっともう気分が落ちるとかさもう言い出したらキリがないわけですよそれはそうですか、うん、なんでまあ席で吸うのは論外ですけど、はいまあね、しかもタバコの匂いもね、まあ、嫌だと思いますけど、うん、まあそこはどこまで言うかですよね。私だってこの間映画館行って、うん、なんかどこにいたか知らないですけどタバコ臭い人がいてもう本当に映画に集中できなくてあなるほど ね、まあ、それはそうかもね、うんうん、なんかこうちょっとその人がこう多分みじろりするだけでこう匂ってくるんですよね、うんなんかこういうのなんか私そんなに吸う吸わないどっちでもよかったんですけどまあ、これ嫌だなと思ってそんなにタバコ臭いの？いや多分電子タバコじゃなくてあの紙タバコ、うん、紙タバコね系の匂いでしたね、うん、なんか強さ的になるほどねなんか電子タバコってそこまでこう比べるとそんなに強くないじゃないですか、うん、匂いがそうね確かにだからなんかそういう雰囲気、うん、多分真後ろとかその辺に座ってたんだと思うんですけど、うん、もうずっとまあ確かにねそれはちょっとねあまりよろねまあでも難しいですよねだってその映画館に入る前にタバコを吸うなとか、まあ、それこそ電車に乗る前にタバコを吸うなとかってなんかできないじゃないですか今そこまでは無理よねはぁ、あ、まあまあまあ、まあ、ディベートできないディベートできないです、ね、共感の話にもしまあ いや一旦その終わりにしましょうかはい、まあ、一旦ちょっと結論を見た形で、はい、ある程度はい結論結 結論、まあ、でも結論は最初に出た通りで業務に支障がないとか業務をやるべきことをしっかりこなしてればいいんじゃないですかと、はい、そしてねタバコを吸わない人も休憩は自由に取ればいいんじゃないですかと、はい、いうことでございます、はいはい、コーヒー休憩スイーツ休憩全然もうスイーツ休憩だろうがなんか筋トレ休憩だろうが筋トレ休憩、はい、取ります何でもいいと思いますよわかりました、はい、じゃあ積極的に取ってちゃんと仕事を終わらせます、はい、いいと思うあのなんかな仮眠とか取る文化もあるじゃないですか今うんあいいよねなんかいや絶対15分仮眠とか取るとすげえよかった、まあねうん、生産効率上がったりするからね、うん、自由にしてよはい終わりました、うん、っていうのが一旦結論で、はい、ではまた次回も見ていただきますと、はい、そうですね皆さんからこれでもこんなテーマで議論してほしいみたいなのをぜひねコメント欄にいただけたらはい、はい私が頑張ってクス社員になります。僕が頑張って論破します。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ではまたねー。またねー。